県道35号線、福井県道35号線の分断区間を探る旅となっております。よろしくお願いします。前回の終わりというのが、まあ現役の県道でありながらもう廃道でしたね。もうね、あれそちらの終端までは行けなかったものの、まあ、雰囲気は分かったということで、それでまあ一応その道の流れからするとこの反対側の区間の分断区間へつながるであろう感じには見えたんですね。でこちら側にやってきたんですけども、正直あの道の反対側だから同じような結果が待ってるんじゃないかろうかとは思うんですね。でこちらも県道表記はありますけども、相当悪路じゃないかなと予想がつきます。どうなることやらです。これ那多町の小倉端っていうところなのかな、ちょっとマップで見るとそんな風に見えたんですけども、違ってたらごめんなさい。ただ集落がございます。結構大きい集落ですね。この辺りは普通の道なので 2.5 倍速となります。心当たりあるのはこの先にですけども、長谷集落だったかな、そこが、まあ、ダムに沈む予定で移転したんですね。その廃村になったんですけども、それのもしかしたらこの辺に来られたのかな。那多町虫ヶ野っていうところになります。ちょっと狭くなってきましたね。その廃村については、まあ今後この撮影の後に向かう予定でございますので、撮影できませんでしたので後日再報します。狭い。こちら福井県道ですけども、まあ険しい道と変えていいと思いますね。そんなに通る方はいらっしゃらないんだとは思うけど、ちょっとこれは対向車来たら嫌だろうな。こう左路肩気をつけないと。なんか草むらの中にその崖っぷちになってましたね。夜だともしかすると見誤ると落ちちゃうかもしれません。でいきなり対向車来るかもしれないし。家が見えてまいりましたね。ポツンと一軒家というか、これなんか別荘的なログハウスですね。那多町木谷大井町になるんですね。昔は那多町村と言ってましたけどね。福井県にもう村はないと思います。いやーこれすごい左壁、めっちゃ崖を削ってこの谷間に道を作ってる感じですけど、そこまでして通さなければいけない道だったのか、それともなんか過去その廃村、今の廃村があるところまで行く重要路線だったからこうやって頑張って作ったのか。釣り場なんですかね、この川がそこそこ釣れる川なんですかね。ごめんなさい、普通に集落だもん。マップ上の、建物の数でいうと15棟ぐらいあるように見えますけども、まあそれでもこれは結構取り壊しとかもして件数が減ってるのかもしれないですね。あとここではまっすぐですね。ヤマメ海域、ヤマメが釣れるんだ、すごいね。奥へ行くほどなんか険しくなってきましたね。お、狭い。これが国道だったらすげえなっていうけど、福
井県道としてならまだこれぐらいなら普通の道かなっていうふうには僕は思いますね。でも道はだいぶ荒れててアスファルトが剥がれて砂利が引いてありますね。おっとこれはどうすかな、下がるわ、昼喜んで、お疲れ様です。なんだろうね、何の関係者の方なんですかね。これはちょっとねきついわ、こうやってやっぱたまに来るんですよね。なんでライトはつけときましょう。おっとこの辺は剣道館、ああなんかだんだん怪しくなってきたぞ、マジでちょっと怪しいぞこれあんまり普通車走りたくなくなってきてるようなパターンの道やね。もうだってここちょっと若干ダートなのか、あダートじゃないか、これは山から流れてきた土砂が道路にこうやって落ちてるからダートに思うだけ、けどダートのとこもあるな。しかしこれは本当に移動大変だぞこれ。まあ僕はこれこの狭さがなんとか移動できる場所はあれでいいけど、普通車同士だったら嫌かもしれないですね。ああひどい、まあ、ちょっとこれは県道と言っても良くなってきたまじですかな、険しい道と県道ねと言ってもまあいいかな、これぐらいなら県道と名乗っていいんじゃないかなと思います。ハーフダート、あーでもこれ本当のダートか、あダートですね、すげえダート県道になりました。なんだろう、路盤は本当はアスファルトなんだけど上にその砂とかがかぶさってのダートなんかな。なんか水は綺麗そうですね、ヤマメって綺麗な水じゃないと育たんのじゃないですか。あ一応路盤アスファルトか、さっきのあの荷台の方なんか業者関係に見えたんですけど、社名まで見えなかったんですけど、何があったんですかね、この上に何かあるんですかね。これは面白い。これ完全にダートですね。でも福井県道。アスファルトの下角の石がないダートやでまだ楽です。剣道集団の先はまあまあな悪路でしたが次回壁体、おもう間もなくで ここかな、これかこれじゃないか、もう間もなくなんですけども分岐があります。ここですね、右は長谷集落、これはまあ後日またお伝えします。そして今から行くのが結構長い木
黄色い線の県道です。本当に県道なのかこれ、マジで。でも、国土地理院の地図では県道表記になってますんで。じゃあ、福井県道、現役県道の分断区間のどこまで行けるかやってみましょう。車で行けるとこまでしか行きません。歩いてまでは行きません。もう俺林道じゃん、もうなんだこれ、バンクついてるこれ。すごいな、楽しい。あの落石のあるこのダートじゃないんで、まだ楽ですよ。まあそういう考えたら、まだ管理されたところに僕は見えてしまうというか、まあ管理されてるかどうか知らんけどさ。おっと、一応剣道ですからね、天下の行動ですから。はい、 OK です、十分十分。ありがとうございます。ありがとうございます。まあ、いやで、こうやって林道、林道じゃない、これ剣道だ、剣道の保守としてこうやって働いてらっしゃるんじゃないですかね。ありがとうございます。まあでも、まあね、つながることのないこの県道ですから、まあ誰も通ることはなく、ああやって林業関係者の方とか、まあその補修でやられる方、なんかね、この上に鉄塔とかあって、そういう管理の方もいらっしゃるんでしょうけども、まあ一般の人は、ここ通る人は変態、まあごめんなさい、まあ僕みたいな人でしょうね。好き好んで通るやつはいない、まあ好き好んでいるかいるよね、趣味人はそれぞれです。でもまあこれはまだね、全然いけてますけど、県道としての終端はなんか見えてきてますね、マップ上で、地図上で言うと。なのでその先が、まあ、どこまで行けるかっていうことですよね。携帯電波つながってんだ。お、もう間もなくここ橋があって、ちょっと待って拡大しますよ。ここで林道揚げ原本線起点、ここからまあ、地図上で言うともうちょい先、まあところ GPS の誤差かな。なんでまあここが県道の終端ですね、おそらく。そして左歩道があって、王子塚ってのがあります。この先の揚原本線ってのが一応7キロもあんの、行けるとこまで行きますかね。次週、分断区間の秘密に迫る、チャンネル登録してお待ちください。